材料となる昆布昆布だしとは昆布から抽出しただしのことである。クルタミン酸、アスパラギン酸、マンニトールなどの旨味成分を含み、鍋物、おでん、うどん、味噌汁などの様々な料理に用いられる。鰹つおだしなどの他のだしと合わせて合わせだしとして使われることも多い。昆布にはだし用の昆布と主に煮込み用に用いられる昆布がある。だし用の昆布には 新昆布、利尻昆布、羅臼昆布、日高昆布などがある。超昆布、厚葉昆布などは煮込み用の昆布である。煮込み昆布は繊維質が少なく柔らかいが、旨味成分は繊維の多くて、硬い出汁昆布に比べて少ないため、出汁昆布と煮込み昆布は使い分けされることが多い。ただし、出汁昆布を出汁だけ取って捨ててしまうのは、 もったいないので、出汁を取った後の出汁昆布を煮込んで食べることも多い。昆布はしっかり水洗いせずに、表面をさっと拭き取って砂などの汚れを落として使用する。しっかり水洗いすると、昆布の表面に付着する、マニに通るなどの旨味成分が流れてしまうのでこれを避ける。出汁の取り方には、冷水に入れて放置する方法。常温の水に入れて1時間放置した後加熱する。 方法などがあるが、どの方法で、旨味が、最大に引き出されるかは、昆布の種類や等級によって異なる。日高昆布の場合、1時間放置した後に、摂氏60度で抽出する方法が一番、旨味成分グルタミン酸を引き出すことができる。真昆布の場合は、安価なものでは、どの方法でも旨味成分グルタミン酸は多くは、抽出できないが、 その中でも一番多く抽出できるのが冷水で10時間放置する方法。一番少ないのが1時間放置した後摂取80度で抽出する方法である。しかし、まあ、昆布の一等品の場合は、1時間放置した後に摂取80度で抽出する方法を用いると多くのグルタミン酸を抽出することができる。昆布を冷水に入れて長時間放置して取る昆布だしは、 昆布水とも呼ばれる。摂取60度抽出に比べて、旨みは多少劣るものの、昆布を一番水につけておくだけでいいという、その手軽さから、水出汁の方を好むものもいる。出汁として使用するほか、美容や健康のために引用する。なお、昆布出汁には、アルギン酸や、フコダインなどの水溶性食物繊維、ビタミン B1、ビタミン B2、用ド。 うまみによって塩分の摂取を抑制できるグルタミン酸などが含まれている。出汁を取った後の昆布は砂糖と醤油で煮て、佃煮にする、細かくして、かつお節やごまなどと合わせて味付けし、ふりかけにする、煮物の具にするなどの方法がある。なお、北海道の食文化においては出汁を取った後の昆布は、そのまま捨ててしまうことも多い。ありがとうございます。